は絶対に守らなくてはいけませんね。打たれると完全に流れが変わりますからね。そうですね。さあここはしっかり抑えていきたい。ライトへ抑えてワンアウト。バッターアウトランナー二塁一塁。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の森。初球は外。できれば低めを打たせてもらいたいですね。なるほど、そうですか。さあ追い込みました。ピッチャー有利のカウントですから。